小学生に混じって給食を食べているのは川勝知事、美味しそうです。10月20日、6月に三島市で開催された富士の国食育フェア2011の会場にもなった三島市立北小学校で、知事や教育関係者が子どもたちと一緒に給食を食べました。この小学校では日頃から地場産物を活用して学校給食を作っており、この日は6年生と一緒に、川勝知事もランチルームで一緒に給食を食べました。いただきます。この日の献立は地元で収穫して炊飯器で炊いたご飯、サバのカレーチーズ焼き、地元産の野菜を使った小松菜のおひたしやけんちん汁、デザートに静岡産みかんなど地元産の食材が豊富に使われています。おいしいよね。はい、おいしい。子どもたちと一緒に給食を食べた川勝知事は、今後も静岡県の優れた産物を子どもたちの食に広めていきたいと語っていました。